こんにちは水穂マンスリービューですこの番組は水穂証券のマンスリーレポートをもとにアメリカ株式相場の動向分析し今後のポイントを探ります解説はこの方です水穂証券の倉持信彦さんですよろしくお願い致しますはいよろしくお願いします今回のアメリカ株式ビューのポイントからお願いいたしますはい今回は利上げ打ち止め後の株価の傾向や業種 業績動向、今後の展開予想等について解説をいたしますそれではまずは4月のアメリカ株式相場の動きを振り返っていきましょうアメリカの中堅銀行での大規模な預金流出が明らかになり金融不安の再燃が意識され大きく売られる場面がありましたが物価指標がインフレ鈍化を示したことや利上げ打ち止めが近いとの見方が強まったことなどから底堅く推し 結局二ヶ月半ぶりの高値をつけて終えました。一方ハイテク株の比率が高いナスダック。下旬に大きく売られる場面がありましたが、前の月の終わり値とほぼ同水準で取引を終える形となりました。さあ、倉持さん、相場の中身見てみますとどういった状況だったんでしょうか。はい、四月の業種別の騰落率を見ますと、十一業種中八業種が上昇、三業種が下落となっています。 決算を受けてコミュニケーションサービスが上昇率のトップまた生活必需品やヘルスケア公益などディフェンシブ業種もプラスとなりました一方で景気に敏感な資本財、一般消費財素材が下落していますスタイル別でも大型低ボラティリティが優位になるなどディフェンシブショップの強い展開が見られましたそれでは5月のアメリカ株式相場のポイントを探るアメリカ株式ビューです さあ、5月の FOMC では0.25%の利上げとなりました今後についてはどうご覧になっていらっしゃいますかはい、金融市場では利上げの最終局面に差し掛かっているとの見方が大勢でありまして株式市場においても FRB の動向が引き続き焦点となっていましたこうした中5月の FOMC では予想通り0.25%の利上げを決定するとともに 利上げ停止局面に移行する可能性を示唆しました。水道証券商品業部では引き続き今回の利上げで利利上げ今回の利上げがですねで打ち止めになりえ2023年末までは現在の政策金利で据え置くというふうに予想をしています。はいあの過去これまで利上げ打ち止めの後株価というのはどう動いたんでしょうか。 はい、1988年以降の利上げ後の政策金利据え置き局面の5回というものを見ていきますと IT バブル崩壊と重なった2000年の5月17日からですね2000年の1月2日ですね16日から1月2日の局面ここを除いた4回ではですねこの S&P500 指数は上昇しているという形になります。 またです、ね、過去5回の政策金利据え置き局面におけるサンド P500 指数の投落率の平均はプラス10.7%ということで年率に換算した投落率は平均で26.2%の上昇ということになっていました利上げ後の政策金利据え置き局面では米国株が堅調に推移する傾向があったといえます この株価の傾向として、過去5回の政策金利据え置き局面では、いずれもアメリカの金利が低下して、バリエーションの上昇による株価押し上げが生じやすかったことが指摘できます。実際、S、S&P500 指数の予想株価、予想株価収益率、PER を取得できる直近2回の政策金利の据え置き局面では、予想 PER の上昇が確認できます。 また政策金利の据え置き局面では景気のモメンタム勢いが鈍化したもののです、ね、景気拡大自体は途切れなかったということから企業利益の成長期待があったということも株価上昇に寄与していると考えられますでは今回、利上げが打ち止めとなった場合なんですがどんなな展開になりそううでしょうか、はい、今後は利上げ停止やインフレ率の低下を背景に アメリカの長期金には緩やかに低下すると見ています。こちらですね。緩やかに低下すると見ている。はい、まあ、もとも今回はバリュエーションの上振れによる株価上昇は見込みにくいと考えています。S&P500 指数の予想 PER は4月末時点で18.4倍ということで、2006年以降の中心レンジ。 13倍からですね、18.6倍のところのちょうど上限近辺と置いたところにあるためです。また、S、S&P500 指数の予想 PER の逆数であります、予想益利回りから、アメリカの実質長期金利を引き算した実質株式リスクプレミアムは、4月末時点でこちら4.21%ということで、過去のですね、2006年以降の中心ゾーン、 ですね、加減が赤いラインですがこれを下回っているということで債券と比較して株式に割高感がある状態が続いています当面株価のバリエーション面での過熱感への警戒が米国株の上値を抑えがちになるのではないかなというふうに予想をしています。はい 一方、1、3月期の決算発表についてなんですが、こちらはどうでしょうか。はい。4月中旬から本格化した S&P500 指数構成企業の2023年1、3月期決算の発表ですが、5月1日時点で79.7%の企業がですね、うん、この事前の市場予想を上回る一株当たり利益 EPS を発表しました。直近5年平均ではですね、 こちら76.8%ということですから、それを上回っているということになります。前年同月比ではマイナスの3.4%の減益となっていますけれど、事前の予想がマイナスの8%減益だったということを考えますと、さほど悪くなく、まずまずの結果といったところです。 また、2022年からですね、この、2 0 2年、2年の半ばから続いていました、S、S&P500 指数の予想 EPS ですね、12ヶ月先予想の EPS は低下してきましたが、足元はですね、下げ止まりつつあるということになります。うん、このブルーの線ですね。はい、ですので、米国景気のですね、先行き懸念がくすぶる中、目先、業績期待で、 アメリカ株が大きく上昇するというまでにはなかなか難しいんですけれど、かといってですね、これが下押すということにもなかなかなりにくいということで、もしですね、今後ですね、この予想 EPS が横ばいを出してですね、上がってくるとかっていうことになりますとですね、これはアメリカの株式市場のですね下支え要因になるというふうに考えていますでは、S、S&P500 指数、今後の展開、どのようにご覧になりますか はい。S&P500 指数の予想 EPS は20、2013年、2023年が218ドルで2%減益ですね。はい、こちらですね。うん、4月24日時点の我々の予想ですけれど、そして24年が420、242ドルということで11、11%の増益ということで、前回からいずれもですね、据え置,置いています。 そして2023年の12月末時点での想定予想 PER、これも16.5倍ということで据え置きました。えー、予想 EPS は今回の1、3月期の決算発表の内容などを踏まえまして再検討し、合わせて想定予想 PER も今後見直す予定にしています。このため、今回メインシナリオにおきます S&P500 指数の2023年12月末予想につきましては、 2024年の EPS、先ほど紹介しました242ドル×想定予想 PER16.5 倍ということの掛け算から出てきます4000ポイント、これをですね、維持しましたし、来年の3月末も4150ポイントということでですね、予想を維持しました。 そして今回は4、6月期ですね。2024年の4、6月期も予想を入れましたけれど、6月末で4250ポイントというふうに考えています。そして強気シナリオにつきましては、メインシナリオと予想 EPS を共通としているということから、強気シナリオにおける2023年の12月末期につきましては、ここには出してませんけれど、4400ポイントということを維持しました。 一方、弱気シナリオにつきましては、国際通貨基金 IMF が2023年の4月に最新の経済世界経済見通しで、世界的な信用供給の収縮の影響を踏まえた新たなダウンサイド,リスクダウンサイドシナリオを示したことを受けまして、想定を見直しました。 2023年の予想 EPS はマイナス8%減益ということになるために、2024年の EPS は11%増益ということは変わらないんですけれど、水準としては2024年の EPS は226ドルまで低下します。予想、この予約シナリオの場合の想定予想 PER は引き続き14倍を適用しますので、この掛け算から出てくる 夜明けシナリオの今年年末の予想値は3400ポイントから3200ポイントに引き下げていますどうでしょうか今後上値の重い展開が続くんでしょうか はい。当面の米国株相場は FRB がですね、利上げ打ち止めを示唆していますけれど、引き締め的なバイアンスが残るというふうに思いますので、株価のバリエーション面での上振れ余地が限られていることから、上値が重い展開が続くのではないかというふうに見ています。一方、マクロ環境につきましては、高齢者の早期リタイアで構造的に労働市場が逼迫している。 労働需給が逼迫しやすく、雇用が鈍化したとしても、急激に米国の景気が高尚劣する可能性は低いと想定していますので、米国株の下値予地も限られ、当面は4000ポイントを挟みですね、上下400ポイント程度のボックス相場が継続するという予想をですね、引き続き持っています。その後、2023年の12月期から2024年にかけてですね、 インフレの落ち着きや製造業の在庫調整の一順による景気再加速への期待ということ。そして、来年になりますと FRB の利下げというものも背景にですね、うん、米国株は戻り補調をですね、取っていくと。全体としてレンジが切り上がる。まあ、こういった方向に行くというふうに考えています。では、投資戦略をお願いいたします。はい。2023年の米国景気については、前半はインフレや金利上昇が重りに、重りとなり、 原則。そして年後半はですね、インフレ率の低下やですね、この金利上昇というものがですね、一巡して持ち直すというふうに予想していました。 えー、ところがですね、2023年の前半のアメリカ景気が、はい、まあサービス業を中心にですね、なしは強い雇用統計を中心に、まあ、想定以上に強かったということで、まあ、むしろですね、年後半の持ち直しというよりも、年後半に少しまあモメンタムが落ちてしまうのではないか、まあ、こういった考え方に、 変えました。ですので、当面の銘柄選びということで考えていきますと、やはりディフェンシブ性にも一定の配慮が必要かというふうに思っておりまして、シクリカルとディフェンシブのバランスを重視すべきだと考えて、まあ、引き続きヘルスケアを強気で維持しています。 また、アメリカの長期金利につきましては、緩やかな低下を引き続き予想していますので、ポートホリオ,ポートホリオに占めるグロース株の比率、これをです、ね、高める局面に差し掛かってきているんじゃないかなというふうに見ています。実際、過去、金利が低下する局面ではです、ね、このグロースアルバリューの相対株価は上に上がる傾向があるということで、足元もちょっとそういう、ね、兆しがこう出てきているということであります。うん ですので、今回ですね、この点を踏まえまして、グロース職の強いコミュニケーションサービスをですね、中立から強気に引き上げました。コスト削減や前年水準のベース効果から業績の持ち直しも期待されるということや、金利低下や低水準な相対 PER からバリエーションの回復余地がこのセクターについてはあるんじゃないかというふうに考えているためです。 でそれ以外のセクターの判断についてはですね、今回特段に書いていません。また、スタイル戦略では目先は景気減速懸念が残るリスクがありますので、クオリティ株やテーボラティティ株、連続増配など配当貴族と言われるような有料株をバランスよく合わせ持つことが重要かというふうに考えています。はい、倉本さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 ミズホマンスリービューアメリカ株式でした。ご覧いただいたミズホマンスリービューいかがでしたか画面下から評価をお知らせください。またチャンネル登録もお待ちしています。